R11 がデビューしたのが2011年のワールドスーパーバイクのレースだったんですけど、サーキットから生まれた R11 サイクロンですね。ワールドスーパーバイクで一番最初デビューして、で実戦重ねていくうちに、改良を重ねていきました、はい、例えば軽量化ですとか、あとマスの集中化、あとはバンク角の確保、あと低重心化、あとは空力特性とかですね、あとはステップの取り付けの自由度とかっていうのが、配慮されて、総合的にスポーツ性能を、配慮したマフラーに、なっていると思います。エンドにカーボンを使用して、軽量化とレーシングなデザインを両立させました。 GSX-R1000 は、パワーとトルクを、犠牲にせず、フラットな出力特性に、仕上げました。そして、パワーアップとともにコントロール性の向上を実現しました。JSB の吉村レーサーをはじめ、ワールドスーパーバイクですとか、世界耐久選手権ですとか、世界のさまざまなレースで使われております。